英川光弘は、広島県三好出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。NPB では、育成選手であった。実刑は、元プロ野球選手で広島東洋カープでの同僚でも、あった、英川勝弘。広島時代小学校3年時から野球を始める。ポジションは、兄と同じ投手。広島県立三次高等学校では、エース投手だったが、 肘の故障によって3年生夏は、控えとなり抑え投手として登板。県大会の決勝戦で敗れ、甲子園には出場できなかった。龍谷大学進学後は2年生の秋から、ベンチ入りしたが、肘の故障が多発し、リーグ戦初登板は4年生の春だった。2009年ドラフト会議において、広島東洋カープから育成一巡目で指名され、入団。 2012年3月27日、同シーズンは、徳島インディーゴソックスに派遣されることが発表された。2012年10月3日、来季の契約を結ばないことを伝えたと、球団公式 HP にて発表されたが、11月12日に、育成選手として再契約した。2013年3月22日、前年に続いて、 四国アイランドリーグプラスに派遣されることが発表された。当年度は香川オリーブガイナーズに所属した。同年10月31日、自由契約公示された。11月8日に育成選手として再契約した。2014年10月2日、戦力外通告を受け、5年間の在籍で支配下登録を果たせないまま現役を引退した。同月31日、 自由契約工事された。引退後は、広島県の物流会社に就職することが決まった。長身から投げ下ろす、最速時速 142km の直球と、スライダーカーブフォークボールなど多彩な変化球が、持ち味の南東派。本人も、キレで、勝負と語るように、パワー投手型の勝博とはタイプが大きく異なる。ありがとうございます。